え、お疲れ様です。即果塾の久保です。まあ普段ね、アラフォー、アラフィフの皆様に儲かる情報を何とかね、お伝えしようとしている私ですけども、現実ね、平たく見てると、きついですよ。やっぱり40代の後半から50代で、これから何かをやっていこうっていうのはきつい。で、そのきつさっていうのはどこから来るかっていうと、両足を踏ん張ってる大地がもう揺れてるんですよ。ちょっと抽象的な表現ですけども、もうね、国の政策が最初から悪くって、 どれだけね個人の力で頑張ってもどれだけ私たちが力を合わせてもどうしても変えられない超えられないところってのはあるわけですよねまあ、今回はまあ、そんなあ思いをもとにこの記事を読んでみようかと思いますタイトルです手取り月16万49歳の独身非正規年金月6万円でひもて貧困老人孤独死の未来に絶望明日なんて来なくていい ね書いてますよね。そこに FP が救助策を解説って書いてますけども、あのね、ファイナンシャルプランナーさん一人が何かをやってどうにかなる問題じゃないんですよ。うん、私もね、同じように、まあ、貧困のためにね、戦ってる人にいろんな知恵や協力を授けたいと思いますけども、まあ、そもそもね、意欲なくなっちゃうわけですよ。だって今までのね、10年、20年、まあ長い方で30年、 一回もいいことないわけじゃないですか。ね。世の中に見限られて、社会に見極められてで、いいことなんてなくて、これからどんな希望を持っていって言うんだと。自分の人生の成長期とか、本当に世の中の第一線で勝負したいときに、勝負する、その権利さえ奪われてね。で、ひどい目に遭ってきたわけですよ。で、そういった背景を考えたときに、FP が救助策を解説とか言ってからね、いや、あんたはいいだろうと。 あんた上手くいってたんだから FP 立派だよ。でも永遠に俺たちの気持ちなんて分からねえだろと。お前がやってみろよ。みたいになっちゃうわけですよ。で、そういったことも組んでやっぱ伴奏していかないといけないんですよね。で、根本的には例えば消費税があるからね、どうやって頑張っても結局、うん、浮かび上がれないんですよ。社会保障費がどん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 高くなっちゃって社会保険料がね。 正規で働いても最初からピン離されてるわけですよ。のめちゃくちゃですよ。はい。まあ、そういった前提、私たち同じ世代なら身に染みてると思いますけども、記事の方をちょっと進めていきましょう。人口が多く、高校、大学は受験戦争。就職時は不景気で、就職難民。谷間の世代とすら揶揄される、就職氷劇世代。49歳の M さんもこうした時代の煽りを受け、 非正規で正規を立てています非正規の問題ってのは本当に闇深くってね非正規として正規の人と同じ仕事をしても安く使えるような人を無理やり生まれさせたわけですよ、まあ、つまり会社員で働くと昇給制度があったりね社内資格とかがあって順調にステッププラン立てられるんですけどもそうなると会社側は儲からないわけですよ だから大企業中心にもっと安く使える人材を求めて人材派遣っていうねそういうふうな労働力の切り売りを望んできたわけですよそれに対してまあある一部のねなんとかっていうねパソナーかなんかの人はそれを主導して人間の人生を安く買い立けるようにしたわけでしょまあパソナーのなんとかっていう人なのかもしれないし別に 竹中平蔵さんは私はやってないよって言うからそれを信じるのかはね。まあ別の動画でまたお話しするとして。まあ記事の方を続けましょうか。M さんはこのままでは結婚はおろか自分一人の老後生活すらままならないと未来に絶望しています。果たして M さんを救う手はあるんでしょうかないでしょう。ねこういうの偉そうにね解説して FP さんは こういう人に対して何かね、アドバイスして給料をもらえるからいいでしょ。いや、でもね、アドバイスして、それっきり、あとは自分でやんなさいって言われたら、さらに未来に絶望してになるんじゃないですか、ここ。ね。じゃあ、来週までに4万円稼ぐ方法、FP さん教えてやってくださいよ。私は教えれますよ。うーの動画出しましたけどもね。はい、このままではダメだと思いつつも49歳の独身、非正規男性の日常。 でいきなり人ってのは49歳になりません30代があって40代があってそして50代を迎えるわけですよその日一日一日を先延ばししたわけではありません今日精いっぱいやることによってねなんとか足場を築こうとしたけども足場がいつも泥沼になっていったりとか後出しじゃんけんの制度によって歪められたりとかしてねこんなはずじゃなかったのにが続くわけですよ いやでもね、うまくいってる人もいるでしょうっていうような意見もあるけども、うまくいってる人もいる。ただそれだけなんですよ。じゃあ全員がうまくいくかどうかって言ったら、これはまた別の問題じゃないですか。しかもね、こうなった人、本当にね、絶望する人が一部っていうんだったら、これはね、世の中の原理から言ってしょうがない。そういった一部の人が生まれたら、あそのために国の制度があって救っていく弱者救済みたいなのを機能するんですけども、まあ、はっきり言ってね、今45歳から55歳までのこのロスーネ世代っていうのは、 半数がこうなっちゃったわけですよ。制度の疾患によって。ね。だから明らかに地盤を作る人のミスなんですよ。もしくは意図的にこうやったんですよね。さっきの話じゃないけども、もっと会社を儲けさすために、大企業を儲けさすために、労働力安くならねえかみたいな感じでね。買いたける人材を大量に生むために、じゃあさ、ゾンビ企業を潰してみんな失業させちゃえよ。そしたら、 目先の金のために安くても働くよ。みたいな、そんなスキームがうまくいったわけでしょうん、それから大学に進学しました。でも大学行くのに奨学金使いました。卒業後は返済と金利が待ってます。ということでね、落ち着いて自分の培った能力を活かせるような、そんな進路を選ばせるような余裕与えなかったわけですよ。それを全部自己責任という便利な言葉でね、一部の人は一部のね、 意識高い人は、そう、世の中は自己責任。勝った人の勝ちだよね。負けた人は頑張れなかっただけなの。俺たちはレースに勝ったからね。みたいなね。そういうのを味方につけて、自己責任論をお貫き通したわけですよ。でも果たして、自己責任なんでしょうか。ね。あの、そもそもね、税金で安穏と暮らしていらっしゃる方がね、働いたこともまともにないのに、世の中の何が分かるんだと思いますよ。ね。国会議員の皆さん。 皆さんんね働かなくてもお金が入るんですよ、うん、楽な立場ですよでもこの暮らしのほとんどは私たち民間が汗水垂らして食品を作り物流を機能させてそして今日も何か工業製品を作ってリアルな世界で生きてるわけですよその上に乗っかってる人は誰なんですかってことですよ自己責任自己責任だったらお前らがもう自分でやれよって話ですよね 結局ピンハネした金で生きてる人たちがね何を言っても私たちの胸には届かないってことですよねまあしまいにはねえー、まあ暴力で訴えかけるそんな人も出てきますからね去年今年と出てきてるでしょあれはヒヤリハッタの法則ってのをねありますけどもまさであの大学で習いましたけども一人の何かねことを起こした人の裏にはもうちょっとで起こしそうだった人が29人いてその29人の裏には300人のね もうやってやるぞって思いだけはあるけども、いろんな事情でまだやってない人がいるだけなんですよ。だから一人何かね、大事を起こしたってことは、その300倍くらいの起きてもしょうがないような、起こしてもしょうがないような風土があるってことですよね。はい。じゃあ記事の方を続けていきましょうか。ちょっと割愛しながらいきますね。ただ、非正規社員なので、福利厚生社会保険、年金などが正社員に比べて充実しておらず、収入も低い状態が続いています。このままでは国民、えー、年金のみの 時給となるため老後の2,000万とか何とか言ってる人が6万で暮らせって言ってるわけでしょでこれで何の老後年金の機能が満たされてるってことなんですかってことですよね M さん自身途中で正社員になることも考えましたが好みの仕事内容がなく責任があることも 負担に感じていました。何度か正社員の面接を受けましたが、採用されず、結局は非正規社員として働いています。正社員じゃなくても、非正規としてもね、チャンスが見出せるような、そんな制度になってればいいわけですよ。まあ中にはそういう会社もあると思いますけどもね。うん、でも、もういろんなところに、いわゆるね、受け入れてもらえなかった人にも、何がしかのね、チャンスを見出すのが、最終的には国の仕事じゃないですか。最終的にはね。基本的には民間に任せればいいんですよ。 でもどうしてもその、うん、網にかからなかった人を救うのは最後は国があるから大丈夫何があっても大丈夫でしょれいわ新選組さんのなんかねそういった掛け声もありますけどもいい言葉ですよね何があっても心配するなで私たちの裏には日本という国が控えてるまあそんなね安心感がいつかあったそうなんですけども今ではね国があるから私たちの人生は邪魔されてますよ、うん、どうしてくれるんだって形ですよね 現状改善しようと自己啓発ない参加したり、有料の副業コンサルティングを受け出したが、なかなか目が出ずお金ばかりが出ていきますと。より良い情報、商品があれば、今度ことは稼ぐことができると思い、高額な商材をリボ払いで購入していただきまさん。毎月2万だけ返済すればいいので、気になる商材があれば購入していましたが、気がつくと利用額は100万円を超えていました。うん。まあ、リボ払いっていうね、制度を、 編み出したやつも悪辣ですけども、リボ払いをしないと買えないようにしてきた、この世の中のね、賃金制度も、なんとかせなきゃいけないと思いますよ。うん、だってね、家のローンだってね、そこまで鬼じゃないわけですよ。家のローンよりも金利の割合でかいじゃないですか、こんなの。どういうことなんだって話ですよ。単なるカもになっちゃうわけですよ、こういうの。寝る前にふと将来のことを考え出すと、恐れてて震えます。明日なんで来なくていいのにという言葉が印象的で,です。そうそう、なんかね、 5年後、10年後は結構怖いですよ。なんでかっていうと、金がないからですよ。金がないから、怖いですよ。ね。そのぐらい、お金で救われる命が多々あるわけですよ。この国には。で、国はお金が作れるわけですよね。そんな、インフレとか何とか心配する前に、こういった人、一人でも救ってみろって話ですよ。ここに記事書いてる49歳の人。この人に、 じゃあね、1000万円あげますって言ったら、この人は、ああ、りがとう、頑張って、これからも人生見出していきますってなるでしょう。ね。金で解決するわけですよ。しかも誰かの懐から出すわけじゃなくて、通貨発行すればいい話でしょ。これ極端なこと言ってますよ、今。でも、その、日本円のね、財政の信任とかなんとかって言ってるげで、じゃあ、金がなくて死んでいく、その犠牲者に対してはどんな信任があるんだって話ですよ。今日言いたいのはそういうことですよ。ふざけるなと。俺の前に出てこいと。 黙らしてやるからしやかみたいななねそんな気持ちですよ、ね、まあ財務省が何か悪いのか分かんないですけども、うん、全てを取り仕切っている人間がいたら私の前に出てきてくださいと私の得意分野でお相手しますということで今回の動画は以上です